はい、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの M です。今日は仁王2 7回目ですね。メインミッション、マムシの神域行ってみたいと思います。今回のお話は斉藤道三の息子の斉藤義達が攻め入る話ですね。これ意外と本当の歴史をモチーフにしてるんですね。今見てたら斉藤道三の長男ですね、義達さんに攻められたと。ひどいありさまだな。そこら中壊されてる。辺りには義達軍の人間だけじゃなく綾鹿までいるようだ。義達は道三様の集めた霊石を奪うためになりふり構ってはいられないみたいだ。早く道三様を救わないとな。急ぐぞ。早く道三様を救わないとな。急ぐぞ。あれ、何もくれなかったですね今回は期待してたのに。じゃあ行きますか。これ実際の話ですとね、斉藤道三、義達さんにねやられちゃうんですよね。これね、織田の軍勢もね助けに来てたんですけど間に合わなくてね、長良川の戦いだったかな、あんまりちょっと詳しくないんですけど、それで確かね、共に視線をくぐり抜けた日々が懐かしい。道三よ、涅槃で待つぞ。これ歴史のね好きな方だったら面白いかもしれないですね、ストーリーがね。じゃあこれね、右からこのお家行きます、右行きます好きな方で。じゃあお家から行きますか。ここは確かアイテムだけかな。ここは常闇です。正面とね上にもいるんですよ。ほら、これ斉藤義達さんってね、確か道三の子供じゃないっていう噂もあるんですよね確かね。実際の話ね。どうしますか、中入っちゃいますか、頑張りますか。そこね、落ちると死にます。奥側入っちゃってね、やっても大丈夫ですよ。降りてきました、それともあれ戻ってきたやつか。違うね、投げてきてるから戻ってきたのかな。どこからね、外側からかな、上に上がれるんですよ。後でね回ってやっても大丈夫です。ここに階段あったっけ、あるな。ここから行けんのか。とりあえずね、じゃあ容器やっちゃいましょう。
きましょう。そんなちょびちょびやんなくていいですよ。ドバッとね。本当死ぬの嫌いな人ですね。いいんですよ、死にげだからバンバン死んでください。本当カウンター待ちですね。まあ綺麗だからいいんですけど、大人の事情がね。もう一回行きましょう。やめた。まあね、行くとね、蹴りとね、この振りがね、はい、来た。あれかな、スカイ君の戦い方がね、余計に緊張感を生んでるというか。なんかね、ドキドキする戦い方しますよね。もうちょっとね、スキル覚えるとね、バンバンいけるんですけどね。はい、いけた。上登ってさっきのやつやっときますか。一応ね、宝箱と。いっぱいいますね、2匹か。取らないんですか、アイテム。あ、これを。で、また戻る。どうして。これを取りたいから。なんかおかしくないですか、何かが。これを取ってさっきの宝箱を取りに。あ、ここに、ここから降りたかったと。です。これね、まっすぐ行ってぐるっとね、 U ターン。この中いますよ確か。あ、言わなきゃいいか、言うと構えちゃうから。それね、ソハイヤ州、これこれこれ作りたいんですよ。作りたいっていうかね、軽いんでね、スカイ君には合ってるかなと。なるべくね、装備は軽装備で。え、逃げるのに重い鎧じゃ大変じゃないですか。気力のね、減り方とかも踏まえてちょっと軽めにしようかなと。ロケパンいますよ。それも取ればね。どれが顔だか、どこから見るとよく分かんないですね。じゃあそろそろ、お、クンチ。どうしたんですか急に。急になんか一緒か。これね、カキンってやって攻撃に移るスキルがね、取れればね一番いいんですけど。
ここね、この家が終わったと。尾張より献上されたこの新しい武器、これさえあれば義達軍などなんでしょうね。ガキ、後ろ気づいてなかった、一瞬。洞窟にね、行くんですよ、この後。だ、それがね、僕もよく覚えてないですよね。なんかね、蛇のね、銅像を壊すとね、なんか毒の水たまり、海、川、池、まあ、毒の水があるんですね。それを消しながら進んでいくとね、そんな感じのところなんだね。あとね、濡れ女っていうね、妖怪が出てくるんですけど、まあ強い楽しみですよ。これを握ったら振り出しに戻る。この武器のこと言ってたのかな、取れんのかな。触っちゃダメってことね。そんなこと言ってませんでした。ほっ、来た。洞窟。ここね、正直ね、マップがよくわかんない。まあとりあえずね、蛇の銅像をね、何個か倒すと、壊すと毒が消えるんでね、それを目指していきましょう。道山様の元へ急がねばならぬのに。ここはね、後で勝負。早速出てくるかな。ここはね、確かね、行き止まり。ビリビリ。意外と麻痺長いですよね。あの濡れ女さんもね、ビリビリしてくるんでね、気をつけてください。これ嫌な動きしてるでしょ。これね、ビリビリ回避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 。ほら、危ない。なんかね、巻きつき攻撃あるんですよ。それ食らうと終わりかな。なかなか大技がね、今のしびれのほかに尻尾でね
ぐるっと体がしびれて動かぬ、やるやつがあるんですけど、あれは難しいかな多分。まあここはねボスもヘビなんで、ヘビばっかりですよ。どうしたんですか、怪しすぎる、死んでる人いるからね。性格が出てますよ。左、はい、行き止まり。これどうやって取るんですかね、上から行くのかな。児玉ちゃん、このマップね、上からたまにねボトってくるんでね、気をつけてください。いたね、とりあえずガキ延期。もう一匹ガキがいたような気が、いないか。いないですね。向こうも対処に困ってますよ。殴っていいのか、ロケパン飛ばしていいのか。拾いました。なんかいいの？お、それですよ。妖怪武器。それそれ。よかったですね。拾えて。これね、あの右側のゲージが溜まると喋り出すと。ひとっ風呂浴びてね。でね、確かね、上段切り強攻撃、わかんないけど、その妖怪武器がね発動してるとき使うとね、なんか剣気みたいな、なんか衝撃波が飛びますよ。わざとやってるね。それね。面白いからいいんですけど。はい、さよなら。行きますか。行かないんだ。
大丈夫ですよ、見てますよ。間に合うか。はい。なんかね、バックミュージックが いいっすよね。おえおえって聞こえません？神秘的ですよね、こういうのね。これショートカットね、開けるとさっきのお宮まで行けると。さっきからね、この音楽ね、なんて言ってるのかが気になってずっと聞いてるんですよ。おえおえって言ってんのかな、あうえって言ってんのかなって気になりません？気にもならない。一発じゃないっすね。多少は装備の違いもあるのかな。ラーキンさんは一発で死んでました。ちょっと残りますね。じゃあよかったです。別れてください、バンバンね。強いね、この方ね。なんか拾った？あ、毒消しね。ショートカットを入れとけばいいんじゃないですかね。猫ちゃん。どうしました？場所が悪い。来てません？違うか。これね、ヤーベーに聞こえてしょうがないですよね。ヤーベーヤーベーって言ってません？何あげますか？何でもいいみたいですよ、霊石。多分そうすると霊石がもらえると。違うかな。お、いっぱい。小さな霊石、小さな霊石。3個、4個、5個。あ、なるほどね、両替していただけたと。そういうことですね。両替機能もついてると。須玉さん素晴らしい。一回ね、うん、タゲ切った方がいいかな。
ダメだ言っちゃえばもう、それね、毒だから、そこで撃つか飛び越えていくか、多少だから大丈夫ですよ毒ね。やだ、なんか消し方があるのかな、毒使わずね、もうここが肉く方法、多分道であるんでしょうね。道探します、無理やり行きます、どっちでも。あの方のね、後ろの方にね、石像が確か1個あったような気がしますね。26分行きましょう時間でね、多分ね、これ回ってこっち来れるんですよ、上にいるガキが。まあ、とりあえず銅像を壊しましょうか。近くにいましたね。どうします、スルーでそこから撃つと それはそんなに肩がいいんですか。これ届いたらすごいですよ。お、惜しい、どこに投げてるんですかもう諦めました、弓矢にします。もう本当何かを投げられるのが嫌いなんですね。お、なんかいる、あそこだ、ほら遊んでるからロケパンに気づかれちゃった。そこにね、スライムみたいな、あれ火薬玉でボンでいけますよ。人の話ね、戦ってみたいと。いいっすけどね、これなんか属性ついてないと硬いっすよ。ほら16、16、12とか、刀も投げてくるし、毒もやるし、火薬玉でやった方が早いです遊んでるね、時間調整してるお、あ、こんな倒し方もあるんだ。弱点出した時に刀で切れると、そういうことね。いつもね、火薬玉ラーキンさん投げて一瞬で終わってますよ。それもさっきのお礼しといてね。じゃあとりあえずね、ちょっとね、キリがいいとこ探してください。そこ濡れ女いる、左側にね。どこ来ました、それ。まだあるな、毒がね。
じゃあ、レオンナで死んで今日は終了かな。そんな感じですよ、時間的に。ちょっと練習しないとね、濡れ女さんね、お強いんで。残念、巻きつき。いただきます。このゲームの敵さんね、よく捕食する方多いですよ。ヤキさんもね、いきなりね、上からゴボッと来てね、頭食われちゃいますんで。どうしました？この辺でやめときます。了解です。刀さえあれば、砕くとは早まったかもな、どうさんよ。どうしますか？いい場所をね探してね、これヘビのとこね。じゃあここで今日は終了と。じゃあまた次回お送りしますので、よろしくお願いします。またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。バイバイ。